まずはこう本当にこの場にお集まりいただき、ありがとうございます。引退するときにこういう記者会見をできるということは本当に幸せだと思いますし、本当に皆様には感謝しています。そうですね、18年のプロ生活、プロサッカー選手としての生活が今日で、終わりますが、またそれ以上にこう活躍していけるように頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。まあ、試合のピッチに入った時はすごい歓声じゃないですね、すごい拍手がしていただいているのをすごい感じましたし、なんとか逆転できるようにっていう思いで入りました。まあ、試合を通しては、まあ、今シーズンのサガン鳥栖の戦いの、まあ、集大成になる試合にしようというところで臨んだ試合だったんですけど、まあ、本当に今シーズンやってきたことが出せた部分と出せなかった部分、まあ、どの試合もあるとは思うんですけど、そういう試合だったと思います。ただ、必ず、次につながるような、試合だったのではないかなと思いますので、今シーズンの戦いは、まあ、僕は引退しますけど、サポーターの皆さんにはワクワクドキドキするような試合展開をお見せできたのではないかなとシーズンを通して思います。そうですね、まあ、サガン鳥栖と話し合い、その何て言うんですかね、まあ、選択肢が現役を続けられるという選択肢もあった中で、まあ、続けるなら移籍するしかないっていうところではあったんですけど、まあ、その中で、サガン鳥栖で現役を引退するのか続けるのかっていうところですごい悩みました。何でしたっけ決めた、はい、まあ、スピーチで言わせてもらった通り、そこの部分が一番大きかったです。はい、まあ、この16年の中で、プロサッカー選手になれて、妻とも出会い、3人の子供も鳥栖でできて、なんか本当に鳥栖とともに、育ったといいますか、一緒になってこう、歩んだ16年でしたし、一番の思い出は、まあ、毎試合勝った後にピッチを挨拶で回る瞬間がもう最高の瞬間でだったので、それが一番のこう
思い出といいますか、一緒にサポーターと勝ちを喜ぶ、それが一番の思い出ですね。はい、そうですね、あのサガン鳥栖で、サガン鳥栖にずっといたいっていう気持ちが僕は強いです。その中で、あの今後もサガン鳥栖の方からオファーはいただいていますので、あの何をやるかに関してはまたこれからあの皆様にこうお伝えできたらなと思います。でもこうサガン鳥栖にで働く、サガン鳥栖の力に なれるっていうところですかね。はい、まあ、やっぱりサガン鳥栖というクラブは、地方の、チームであり、そういう地域の方々から愛されるクラブになっていってほしいな、ならなきゃいけないなと思っています。サッカーだけ、まあこれは持論ですけど、やればいいのは、やればいいっていうのがプロサッカー選手じゃないと思っていて、いろんな影響が、あると思うので、未来の子供たちがこのサガン鳥栖に、絶対入りたいって思えるような選手、だったり、あのクラブになっていってほしいなというのはあります。はい、すいません、ベタでも難しい質問。まあ、サガン鳥栖なくしては今の僕がないですし、これから先もそうだと思うので、僕にとってサッカーと同じくらいの存在ではあるかなと思うので、まあ、僕にとってサガン鳥栖は全てですと言いますか、サガン鳥栖は高橋由樹です。ありがとうございます。